レオナルド・ウィッテンコートは、ドイツ・ライプツヒ出身のサッカー選手。ポジションは MF。ベルダー・ブレーメン所属。2005年からエネルギー・コットブスのユースチームに所属し、2010年にトップチームデビューを果たした。2011年7月22日、MSV ・ユュースブルク戦でプロ初ゴールを記録した。12月1日、ボルシア・ドルトムントに移籍することが決まった。 契約期間は2012年から4年間で移籍金は300万ユーロ前後と見られている。2013年6月、ハノーファー96へ移籍した。契約期間は2017年までの4年間。2015年7月、1、FC ケルニエ2019年6月までの4年契約で移籍した。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックの代表メンバーに招集された。 2018年5月14日、ホッフェンハイムへ2023年6月末までの5年契約で完全移籍した。2019年9月2日、ベルダーブレーメンへ1年間の期限付きで移籍した。2020年7月8日、ブレーメンは一部残留を果たしたことにより完全移籍に移行。ドイツ代表として各年代でプレーしている。ありがとうございます。